ライトってマジで大事ですね、っていうのを学びました。やっと4年目にして、あ、これでいいなという諦めがつくじゃないですけど、その満足できる光の環境にすることができました。皆さんこんにちは、星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。本日はですね、ライティングのお話をしたいなと思います。私 YouTube 始めて4年になるのかな、なんかもうちゃんと覚えてないんですけど、そのぐらいやってるんですね。でその中でやっぱり、綺麗な映像と音を撮りたいなと思って日々努力しているんですね。今のこの感じっていうのは、私が YouTube で最初にやってたライティングというか環境なんですけど、私の家ってこれ6畳一間なんですよ。こことはもう一個部屋があるんですけど、ここは一応作業部屋になります。こっちにちょっと机の今汚いですけど、で6畳一間です。もう四角いです。でこの四角い部屋っていうのはですね、音響的にも非常に良くなくて、コームフィルターっていうんですけど、自分が声を発したところとその壁との距離が全部同じだと、こう跳ね返ってきて独特の反響音が生まれてしまうっていうのかな、そういう感じなんですね。部屋に備え付けのライトを使うと、まあこういう感じでライトもいまいちだしっていうことで、まあどうしたらいいのかなっていうところからスタートしたんですよね。で今日はですね、このライティングがどういう経緯で今に至るのかというところを順にねご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。ちょっとライティングを変えてみましたっていうか、最初に私がやったのはライトを買ったんですね。このライトを買ったんですけど、間違いないように言っておくと、このライト自体はすごくいいもので、海外の YouTuber さんで、私がライティングを勉強していろんな YouTube を見てるときに、参考にしたい人がこれを紹介してたんですね。で私も買ってみようと思って買ってみたんですよ。で買ってみて気づくんですよね、結構強いんですよこのライト。これ最弱なんですね。これもう一個弱くすると真っ暗なんですよね。はい、これ以上弱くならないんですよ。で使ってみて思ったんですけど、まずこのなんかライトってこう斜め上からこうちょっと照らして、ここになんか三角形が出るのがいいんですって。キーライトっていう、メインのライトのことをキーライトっていうみたいなんですけど、でこれだとちょっと強いなと。で今このレンズは 50mm のレンズを使ってます。 50mm の F1.4 でレンズを使ってるんですけど、なるべく背景をぼかしたかったんですが、私の部屋が狭いので背景との距離も稼げないと。でカメラ後ろに下げるといろんなものが映ってですね、ちょっとイマイチだったんですよね。この後どうしたかというと、後ろに、ライトとか装飾品をちょっと置いて、キーライトとは別に今この真っ暗になってるところありますよね。ここにちょっと光を当てて、この肩のエッジとかを出したり、フィルライトっていうんだかな、後ろがね、なんか装飾品のライトがプラティカルライトっていうらしいんですけど、まあ、そういうのをちょっとやって絵作りしていきたいなと思ったんですよ。はい、やってみました。今ね、でこれデスクライトなんですけど、今使ってるのデスクライトをこっちから当てて、で、後ろにこのなんか緑っぽいのとかを、なんか私が使ってるこの GR とかね、フィルムカメラとかを置いて、ここになんかなんとなくライト置いて、こっちはなんか今緑を出してますけども、ちょっとなんか最近のっぽくなったんですけど、まあこれやってですね、思ったのが妙に明るいなっていうか、要はこれ原因がですね、キーライトだと思ったんですよ。キーライトが弱くならないので背景にまでこの光が届いちゃうんですね。これ試しにライト消してみると、はい、こういう感じなんですよね。ライトを消すと後ろの色がなんか濃く感じるんですよね。でもライトをつけると、このライトの光が後ろまで届いちゃってるせいで、うまくいかないと。でこれよね、なんかこう角度変えて横からこうやって横から当てたような時期もあったんですよ。なんかでもこれちょっとなんか怖いですよね。こう要はこの光が後ろに行かなきゃいいんだと思って横から当てたんですけど、なんかちょっといまいちだったんですよね。でまあ結局はまあ上から当てるような感じで、
はい、こういう感じでやってたんですけど、やっぱこう硬い、すごく硬いんですね。でやっていくうちにですね、グリッドっていうのがあるのを知りました。こういうやつです。はい、こういうグリッドですね。これをつけることで、なんていうかちょっと柔らかくなるっていうのかな、その横方向とか他のところに光が漏れるのを防ぐみたいな感じですよね。このライトの専用のグリッドっていうのはなかったんですよね。なんか汎用的なものを買いました。はい、でこれをつけてみましょう。はい、つけてみました。で今ね、こっちが 10% まで光をアップしました。さっき 1% だったんですけど、このグリッドをつけて 10% まで上げました。でカメラも感度を400に設定します。そうするとだいぶなんか背景の色濃くなったと思いますね。だいぶ良くなったと思います。でこれでこっちのフィルライト、補助的なライトを、はい、補助的なライトを使ってみました。どうでしょうか。こんな感じでだいぶ良くなったんですよこれね。まあ、結局ですね、このもっと広い部屋で使う用のものだったっていうことですよね。私の部屋が狭すぎるんですよ。私の部屋に合っていなかったということだと思うんですね。でちょっと雰囲気出したいときはこういう感じでやったんですけど、ただねこれもなんかやっぱちょっと硬いなっていうふうに思っていて、このグリッドをつけることによって光が後ろに拡散するっていうのはなくなったんですけど、なので、まあ、どうしたもんかなと思った時にライトを、やっぱりライト自体をちょっと変えようかなっていうふうに考えました。でソフトボックスっていうのがねあるというふうに聞きまして、ライト自体をそれに変えようかなと思ったんですけど、なかなかいいお値段がするんですよね。ただまあそれでも自分のスタジオ環境をまあ良くするために必要かなと思ってですね、購入しようと検討していたところ、私がね普段から愛用しているスライダーでアイフッテージさんっていうところがあるんですけど、そのアイフッテージさんがなんとライトを扱い始めますという話があって、使ってみませんかと言ってくれたんですね。いやマジかと、買おうと思ってたんですけど使わせていただけるんですかってことで、いやこれはマジでありがたいと思ってお借りしてます。はい、今使わせていただいてます。でそれに変えるとどうなったとかで言うとこうです。アイフッテージさんのライトに変えてみました。これ SL160DN だったかなっていうライトに一脚のスタンドをつけて、で下にですねなんか水を入れて倒れないようにするっていう重りをつけている状態です。でソフトボックスをつけて、これ60センチかな、だいぶ光弱くなりましたね。これ今最弱の状態です。はい、最弱の状態です。こうするとなんていうか光すごい柔らかくなりましたね。で背景が明るく感じませんか。はい、カメラもさっきは感度を ISO160 で撮影したんですけど、今 ISO400 まで上げてます。はい、でこれでこっちだけねもっと明るくなればいいわけですよね。はい、これで今 5% まで光を上げました。だいぶ良くなったと思いません？これだいぶ良くなったんですよね。で試しに後ろ消してみると、はい、こういう感じでこっちの方には光が来てますけど、こっち真っ暗ですよね。なんかだいぶ最初の最初の映像とちょっと比較してみるとだいぶ違うと思うんですよ。はい、かなりここだけ浮き上がってるというか、ほんと必要なとこだけライトが当たってる感じになって、あ、これがソフトボックス&グリッドの力かっていう感じなんですね。でこれで付け加えていくと、これだけでもいいですよね。これだけでもいいですよ。すごく雰囲気が出てて柔らかい光が当たってるんですよね。当たってるんですよ。でこっちも入れつけてみましょうか。はい、こういう感じですね。で、
こっち側に当てるこのデスクライトもちょっとつけてみましょうか。はい、どうでしょう、だいぶ変わりましたでしょう。なんか立体的になった感じします。こんな感じでちょっとずつ整ってきましたね。で、もうちょっと光が出てきたかな。こっちの光 7.5% まで上げました。はい、ライティングってやっぱ奥が深いなっていうのもありますけど、全然変わるなっていう感じはですよね。目の中にそのスポットが入るといいですよっていう話なんですよ。で、同じくアイフッテージさんでですね、こういうライトが出てるんですね。HL1C4 というやつで4色出てます。こういう感じで、はい、でこれを正面に置くことによって目の中にそのスポットですか、アイキャッチっていうのかな、それを入れることができるんですね。これですね、スマートフォンから操作したりして色を変えることもできるので、後ろに置いてプラクティカルライトとして使うこともできます。でこれをカメラの下にですねつけて、ちょっとキャッチにしてみたいと思います。はい、どうでしょうか、目に何か入ってますかね、大丈夫ですかね、入ってますかね。この部屋ではですね、こういう感じで動画を撮ってます。ちなみにアイフッテージさんのこのライトなんですけども、私もそのライトで詳しくないんですが、まあ、理想のスタジオ環境を作るためのその太陽光っていうのをシンプルに忠実に表現するためのライトだそうです。スタジオの中で調整されたライティングを表現するために使うライトだそうです。微調整がすごい効くなっていうイメージがあって、私みたいに室内でこう YouTube の撮影をしたりとか商品撮影をしたりする人にはすごくいいライトなんじゃないかなと。こっちがもう作業机なのでどうにもないですよね。で限られた空間の中でこうやんなきゃいけないと。でもう一個の部屋の方でライブ配信とかやってて、違うレイアウトで撮影するっていうことができるんですけど、やっぱりこう企業案件とか来た時に背景変えてやっぱり納品したじゃないですか。普通の YouTube 化のない状態で撮影したりしたいなっていうので、何パターンかやっぱりね用意しておきたいんですよね。でそのうちの1パターンがここになるわけですけども、この部屋に合った環境のライトっていうのはなかなか見つからなかったんですけども、このアイフッテージさんのライトを使うことでそれが実現したと。このライト自体はこう見てて思うと思うんですけど、結構でかいんですよね。このぐらいあった方がいいよっていうのはねマジで思いました。なのでまあ今後もですね、いろいろこう、スタジオ環境を整えていくっていうか、試行錯誤を繰り返しながら変化していくと思うんですけど、とりあえずキーライトはこれでもう完璧ですね。これを使って今後も、YouTube の動画撮影していきたいと思います。はい、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー、どうもどうもー。